今回のモーニングルーティーンはこちらの芸人。奈良県住みます芸人、ジッテリンジン10だ。若手芸人でありながら、2児のパパでもある。この男の朝は子供にミルクをあげることから始まる。ジューダは大学まで陸上に打ち込み、フルマラソンは2時間46分38秒の記録を持つモノホンのランナーである。ちなみにここなんですけど、日本最古のお寿司屋さん。すごい、日本最古。生まれ育った奈良県下市町の歴史を感じながら走るのがジューダのルーティーンだ。急斜面を登っていることにジューダは気がついていないんじゃないか。そう思わせる回想に我々はただただ驚くばかりだ。いや、さすが、今日手伝ってくれてる奈良ハッテンチの芸人のサルインク、君じゃないとこれついてこれないですよ。そんなリップサービスもそこそこに、下市八幡神社に朝の挨拶。そしてここまで登ってきたのにはもう一つ理由がある。この景色めっちゃ綺麗じゃないですか。これいつも、まあ、これ楽しみであの坂登ってるってのありますけどね。いい街だな。じゃあ階段出していきます。目に入った階段は全て全力で駆け上がっていく。それがジューダのポリシーだ。もちろんこんな桁外れの階段であっても同様である。それがジューダなりの階段への敬意の払い方。じゃあ、はい、もう一本行きます。いや、嘘やん。行きますよ。え、もちろんじゃないですか。うわ、これ朝が一番な、食べてない時が一番安い休みだ。なるほど。一番ちゃん。もう一本行くんすか。2本目行きます。ちょっと待って。気持ちの差です。死にに行くようなもんやからこれ。そうですね。行きます。よーい。そうは言いながらもジューダの顔は生き生きしているようにも見えた。きっつー。下市町を感じるためのジューダのランニングはまだまだ続く。いやー、でこの坂ダッシュで、この階段ダッシュした後のこの滝で浴びる、このマイナスイオンがまためちゃくちゃいいんですよね。あー、モーニングルーティーンの中で全力で下市町を感じていく。今日は野菜あるかな。お、いいじゃん、いいじゃん。じゃがいもと、じゃがいもとでっかめの玉ねぎか。あ、どうしようが、じゃがいも、じゃがいもありやな。無人販売所は日によって置かれている野菜が違う。そこで季節を感じるのが楽しい。ジューダはそう語っている。そんなジューダに下市町の魅力を聞いてみた。割り箸がもすごい有名で、そう、割り、ほとんど何もここで取れる、もう杉の木とかはヒノキ、もう割り箸になりますよね。でそれが何も皇居に収められたりだとか。国内の割り箸生産の約7割が奈良県のものらしい。でこれ流れていったら五条市ありまして、そこに、近くに智弁学院ございます。ここで給水タイム。
朝からハードなランニングを行い湧き水を飲む。出てくる感想はもちろん、最高。そう言うと和歌山県まで流れていくこの川の水にしばし酔いしれるのであった。終了。家に帰っても階段を上る銃だ。自宅の屋上に敷かれているこの芝は前日の雨の影響でかなり濡れていた。しかしそれを感じさせない軽快な動きであった。OK、 よし。じゃそして今日嫌というほど登った階段をまた登っていく。うまっ、最高。自宅の屋上に敷かれているこの芝は前日の雨の影響でかなり濡れていた。ちょっとお昼ぐらいまでちょっとゆっくりします。ありがとうございました。